さあメインイベントです。エキサイティングゾーン大宮ナイト。このカードまさしく大宮のファンは大喜びです。まずは CWA 世界シングル選手権チャレンジャー井上京子リングに入場です。井上京子私、そして不安も認めている、そうです、ブル中野 3WA 世界シングルチャンピオン、今リングに入場です。はい、そしてこのタイトル挑戦権を得て、ついに、まあ、弟子が師匠に戦うというこういう構図なんですけども、はい、アジャさん、この対決を今ここで見ているということは非常に複雑な心境だと思うんですけども。そうですね、はい、本来ならばあそこのリングの青コーナーのところに立っているのは自分なわけですから、はい、結局ね、はい、アジアの欠場によって、はい、井上のチャンスが早くなったということなんですよね、はい、だ本当はまだここで井上強化挑戦できなかったのね。なるほど、うん、だからアジアとしては複雑でしょう。さあ、ジャパングランプリ91、なんと初優勝、そして IWA 世界王座決定トーナメント決定戦デビーマレーグを下して、今や日の出の勢い、まさしく誰も止められないという状態の井上京子、僕本と、いや全日本女子プロレスのトップ、ブル中野の胸に今夜アタックするわけですけども、さあゴング鳴って果敢なタックル、そして逆エビ、アジャさん、はい、井上京子恐るべく天才技巧派という感じなんですけども、アジャさんが見て井上京子ここ数ヶ月でこうなったやっぱり原因っていうのは。そうですね、やっぱり、はい、まあ、ジャパングランプリ優勝の原因になったインタビューとか読みまして、はい、まあ、どんだけプロレスのことを考えているか、考えているもん勝ちっていう話がありましたけど、はい、でもそれだったらアジャも負けないでしょ。そうですね、そうですね、プロレスのことを考えているってことに関してはね、さあ、はい、やっともう、お気をつけください。場内本部席、そしてアーブルを決中、井上京子ラフ殺法です。成功法でいくと思ったこの試合ですけども、ラフバウトになりました。決中フェンス、なんという井上京子、エースのブルー臆することなく前へ前へ、いつもの志倉さん、はい、井上京子のファイトスタイル、なお一層何か大宮のこの血が乗り移ったかのようにですね。そうですね、はい、荒れてるといった感じなんですけども、ブルーやっぱりもう流血してますね。はい、あ、持ってきますか、カンパーナ。さあ、カンパーナで、ね、れてるけど、これはでも果敢に挑むところが井上京子らしい。これね、普通なら、はい、普通に考えたら、はい、叶わないですよね、いろんな面で体力、貫禄、すべてに叶わないんだけど、はい、井上京子なら何かやってくれるんじゃないかっていう期待があるんですよね。それというのは非常にファンからしたらレスラーを応援する要素としては一番、そうそうそう、はい、志倉さん、うん、そういう期待がすごく大きくて、あとね、井上京子の場合テクニシャンというか技の方がね、はい、技術の方がすごく目を奪われがちなんだけど、この人は実際にはすごくパワーがあるんですよ、
だ結構ね、あのブルーに対してもパワーでね、対抗できると思うんだよね、うん、で本人もそれをすごく意識してて、結構パワーで勝負しますよって言ってたんですよ、それも注目したいですね、はい、あの井上やっぱり震災派というか、はい、空中サーブ何でもござれって感じなんですけども、はい、ラフパワーというのはタイヤやはりブル戦ですと、はい、ラフ対ラフが来ると思うんですね、そうですね、パワーというのはアジャさん井上京子のパワーどう見てますか、そうですね、やっぱり使う、そうですね、さっきスクラさんも言いましたけど技なんか見てても、はい、そういう、ね、バックブリーカーとかそういうのっていうのはそれなりのパワーがないとできないよね、そうですよね、いかにしてそれがブルに通用するかどうかですね、なるほど、はい、さあそこのパワーを逆にやはりブルに切り返されてブレンバスターを浴びた井上京子、さあ先決になったブルがローペースでラリアート、ハンマーブルラリアート出ました、大きなスイングのラリアートカーブに対してカウント2、ブルの流血がすごいですね、はい、ブル中の5度目の防衛戦 3W 世界タイトルマッチですけども、井上京子がどこまで食い下がるか、白星を奪うことができるのかという観点ですけども、この勝負のポイント、アジャさん、アジャさんこそやはりブル中の凄さを一番知ってるレスラーだと思うんですけども、そうですね、はい、このくらいの流血は全然めげないですよね、そうですね、逆にこれがブルの闘志に火つけるんじゃないですか、なるほど、はい、何度も対決しまして、はい、ブル中野というレスラー、アジャさんにとってどういうレスラーと見てますか、そうですね、最初は怪物でしたね、はい、どうにも攻めようがない、どうしようもない怪物でしたけど、ただやっぱりそうやっていくうちに、はい、だんだん見えてきて、今は同じ土俵に立ってますね、はい、ブル中野も人間ですね、そうですか、はい、あ、ブルがこういう技をやられるっていうのも珍しいですよ、そうですね、そうですね、跳ね返しますね普段は、はい、やっぱりね、ラリアートあるんですよ、これ農業も、さあ、ラリアートドブラツイストで返して、それを振り放たれたブルです、そして飛びつきヘドシサス、さすがテクニシャンブルの井上京子監督、ああいうのがポンポン出てくるとすごいことですね、はい、やっぱり自分のペースに持ってこれということですね、はい、ただあれをホールにするまでにはそれなりのダメージがないとね、うん、それは難しいですね、意味のない技ですか、意味のない技にならないようにそれなりのダメージを持ってこないと、はい、しかさん、はい、その技と技のつなぎっていうのはあの必殺技でもやっぱり単なる痛み技になってしまうという、うん、その怖さがありますよね、そうですね、でもなんかこの井上京子だったらなんかあらゆる技をかけられそうだね、さあこれもなかなか使い手がいないダブルデスロックです、そしてえこれは簡単なですけども膝を立てるということで従来のカンパーナとは違う膝つきのカンパーナです、これも井上のオリジナルですね、はい、こんな技もブルやられたことないんじゃないかな、ないでしょうね、今日はブルどうしちゃったんでしょうね、うん、そういう面ではいろんな面でダメージ大きいかもしれないね、はあ、うん、さあ井上京子前線してると言っていい試合展開ここまでですけども、綾さん、はい、ラフから来てこれだけの技が仕掛けるっていうことはやはり井上の成長、はい、これは認めなくちゃいけないですかね、そうですね、ただやっぱりファンの気持ちとしては、はい、やっぱり井上がどれだけブルにそういった技をかけていって、はい、であわよくばっていうのはありますけど、はい、逆にファンの中にはやっぱりブルがどんだけ井上を叩き潰してくれるかっていうのを楽しみにしてる人と思うんで、そういう人たちにするとちょっと拍子抜けなんじゃないかなと思いますけどね、石倉さん、はい、私思うにはですね、なんかブル選手が井上選手の技を全て受けているというかですね、あえて、そういうような感じも見受けられるんですけども、まあ、そういう部分もあるでしょうけど、はい、でもこれほどやられるとは思ってないんじゃないですか、すごい先決ですけども、しますかローリング、はい、さあローリングロメロスペシャルですけども、前方回転ですね、さすがにちょっとこれは回りきれなかったですね、相手が大きすぎますね、大きすぎる、
まだ行きますか。2発目狙いますね。前方しての嫁ロセが反動をつけて、ああ回れない、回れないですね。これね、1回失敗しても逃げることないですよ。そうですね、恥ずかしがることない、やった方がいいんですよ。これチャレンジ精神変えますね。そうそうそう、あこれ帰ってきつい、偏見に決まってますね。これブルボロボロじゃないかな、これじゃ。そうですね、これだけやられたら。そしてサソリ固め、そこからまだボアドロス、サソリ弓矢固めってるのかな。そうですね、矢が、アジャさん、はい、ここまでの展開で、はい、全くこういう展開予想した人は少ないと思うんですけども、はい、自分も予想しなかったですし、はい、やっぱりさすが井上京子というところがもう随所に出てますね。そうですね、アジャとはまた戦い方が違うって感じ。そうですね、ブル中の大苦戦と言っていいでしょう。そして逆に井上京吾大健闘の名イベント 3AA 世界シングルタイトルマッチです。5度目の防衛なるかブル、タイトル奪取なるか井上京吾。さあエビでブルが関節、ね、さあ関節は地獄からコペレベルさカバーの体勢、何かやけに井上京子の動きがよく見える、ね、ブルどうしたんだ、トペレベルサーを落とした、叩き落としたブル、あーバックに回って裸締めスリーパーホールドです。サッポさあ締め落とすか、さあブルこれは締め落としたいとこです。さあロープブレークカムバックしてきたブル、ロープへ振ってのなおも2度目のアナコンダスリーパーホールド、これもリング中央。皆さん、こういったそのスリーパー、はい、スタミナっていうのは見た目地味なんですけども非常にスタミナロスするんですね。そうですね、この声どう思いますか。はい、っていうかブルのこういう戦法が珍しいですね、はい、石川さん、はい、この密着してスタミナを奪うという戦法なんですけども、うん、やっぱりあの体格差を、ね、はい、あの生かしてスタミナを奪おうってことなんです、はい、あっと今ロープの反動にして井上京子は逃げたが、あっとまたもスリーパーホールドです。井上京子大ピンチ、アナコンダ殺法スリーパーホールド地獄リング中央です。これかなりねブル苦しいんだと思いますよ、はい、こういう戦法に出るってことは。アジャさん、はい、スリーパーホールドっていうのはだんだん時間が経つと、はい、記憶が薄れてくるっていうそういうことでいいんですか。そうですね、やっぱ落ちる状態になってくると意識がなくなってくるということですね、はい、拷問技としてプロレスのホールドの中でもプロレス誕生してすぐ誕生したこのスリーパーホールドです。バックから密着して相手を二の腕で締め上げるという最も原始的しかし豪快な技です。二の腕がこれキックで返してエルボー、エルボーです。あーラリアートバウンドして、これは井上京子スタミナが心配、ハンマーラリアと至近距離、そしてブルがおっと井上京子2段目からのドロップスです。カバーの体勢カウント2。石倉さん、はい、いつものブルのこうつながっている技が止まりますね。あ
もう完全にね、ブルの試合じゃないね、これは。アジャさん、どうしたんですかね。あとが続きませんね。ブルの試合じゃねえですよ、試合じゃなくしちゃってる。あ、それほどペースは苦しい、本当にブルのファイト、こういうファイト初めて見た人が多いと思いますけども、ものすごくかき回してるね、井上京子が、やはり井上の大前線、ここまでそう評価していい戦いですけども、ブルが底力、エースの意地をこれから見せるでしょうか、それとも日の出の勢い、井上京子、これ怖い、さあ、バックに回ってバックドロップホールド、ブル。後が続かないですね。そうですね、このバックドロップホールド、普通だったらアジャさんカウント3取れるんですよね。そうですね、3取れません。どうしたんですかね、そしてネックハンギツリーです、公式。さあこれはチョークですね、チョーク。さあ、獄門同士の対決となったこのブル対井上京子の一戦、ここまで井上京子がやはり勢いの強さでしょうか、大前線ですけども、アジャさん、やっぱりどんな相手でもリングに上がってみないと試合っていうのは分からないってことですよね。そうですね、本当にそうしたんですかね。さあさあ持ってくるか、井上京子がジャーマンを狙ってるが、ブルーが踏ん張っています。さあ投げようとする京子、そして踏ん張るブルーですけど、さあ逆にバックからエビに丸め込んだが、カウント2、やっぱりブルーは大きいね。そうですね、普通に。さあブルー抱え上げて、あっと入った、しかし、福田さん、今危なかったですね、ロープなかったら位置が悪かったね、ちょっとね、ちょっとブルスタミナが、え、持ち上げられるか、これで持ち上げた、井上京子が持ち上げた、これだけでも驚きですよ。Tシャツバックブリーカーでカバーの体勢だ、ブルを投げた、カウント2。アジャさん、はい、そこまでのブル選手の動き、ちょっとスタミナ、本当にもうさっきからなんかどうしたとしか言いようがないですからね。さあ最上段ロープを使ってエルボードロップ、カウント2、行き詰まるレスラーのバトルです。この猛暑のリング上、あっとブルの貫抜きスープレックス、カウント2、これも珍しいね、はい、貫抜きですね、志倉さん、うん、非常に珍しい、はい、倒立して貫抜き、さあここでロープ2段目からのキックです、ニールキック、そして抱え上げてのパワーボム、さあブルはギロチンですか、最上段へ登った、ギロチンドロップ、カバーの体勢、決まらないブル中野、どうしたんでしょうか、ライバルのアジャさんとしては複雑だと思いますけど、今でも完璧に入ったでしょ、あれで返すんだから、2発目を狙うブル、しかしこの隙が、井上京子が立ち上がっている、張り手を見舞った、井上京子最上段からトップロープですよ、最上段からドロップキック、
ックを見舞って場外をした。さあ井上が2段目からコペレベルさん、フェンスにブルナカのダイレクトです。鈍い音がした。セカンドロープから場外という、これ井上京子ならではですね、はい、これもブルナカの大苦戦、井上京子大健闘だけど、言葉ではそんなこと言い表せないほどこの試合、あ今ね、井上京子はね、はい、ナイアガラドライバー、あれを決めてやるっていうポーズを、ね、そうですね、見ましたよ。もうファンもみんな知ってますね。さあここでブルを輝けて、あ決めた、カウント2、ちょっと落差がなかったですね、いつもに比べて。さすがに持ち上げきれなかった。やはり重かったところが落ちたみたいなもんでしたからね、壁がなかったですね。そうだね、はい、そして井上京子2段目から何を見舞うのか。さあリング中央のブルを見据えてるダイビングボディープレス、カウント2、なおも2段目からギロチンドロップ、あこれやっぱり慣れないから犬の強行お尻が痛いみたいな、ね、今ビデオゴツが志田さん慣れない技だった、はい、自分のビデオゴツを打ってしまいました。クリアス技がやはり通じないのか井上京子、あここですごい、あタイガードライバーボムとでも言いましょうか、志村さんドラゴンスリーパーからの DDT、はい、うん、これは新しい。さあ何か狙ってみる。そしてえブーサルトカウントがスレーダー、世界チーム選手権大激闘の末、チャンピオンブルナカのムーンサルトプレスで井上京子を破り5度目のタイトル防衛、素晴らしいベストバウトでした。あじゃこれは感想です、ね、予想してた、いやなんとも言えないですね。まさかね、こんな技やるとはね。そうですね、いやもう驚いたという一語に尽きますね。これは言葉がないですね、言葉がないですけど、うん、やっぱりギロチンが決まらないということで、次の手をとっさにひらめいたのかな。そうですね、ただ内容的にはどうしたんだろう、もう完全にね、ブルーらしい、ブルーらしさのない試合でしたよね、はい、今まで自分がこう金網2連戦とか赤身切りをやってきたのと同一人物なのかなって思えるようなあれでしたけど、まあでもそれはある意味ではアジャにとって悔しいことじゃない。そうですね、それだけあの井上京子に追い込まれたってことは。そうですね、井上京子に追い込まれた、そうですね、ブルのパワーがなくなったのか、それとも井上京子のパワーが、それは分からないですけど、まあそれが分かるのは自分がまあこれから先またブルとやったりとかした時ですね。